にちは、カコです。ピタッと出す。今回は、バンダイより、発売されました、話題の、スーパーミニクラ。アニメ、戦闘メカ、ザブングル、より、主役メカ、ザブングル、などを、紹介します。全4種類で、価格も、スーパーミニクラ、ということで、各、850円、税別出す。今回は、シリーズナンバー2の、ブングル動画を、紹介します。前回も紹介しましたが、かっこいいパッケージアートが特徴的ですね。それでは、早速、開けてみましょう。前回同様、食玩というか、まるでプラモデルです。さすが、スーパーミニプラダス。過去の、超苦手なシールは、今回は少なめの、6箇所ですね。でも、やたら面積の大きい、シールダス。今日こそは、ちょっと、手伝ってほしいです。ここ、風が少し、ひどくなったダス。ブングルローバは、完成、です。こちらは、カーゴ形態、ダスね。後ろ姿と大きさは、こんな感じです。それでは、ブングルスキッカーさんに、牽引してもらいましょう。連結穴に差し込むだけです。コンテナ上部には、ライフルを取り付けることができます。牽引形態に加え、武器もしっかりと取り付けられる。こだわりが良いですね。それでは、ブングルローバーに変形してみましょう。コンテナ部分を取り外します。羽部分を組みながら取り付けます。機種を取り付けて、ブングルローバーに変形完了です。後ろ姿と大きさはこんな感じです。正面から見たところです。横から見たところです。では、いよいよ合体をやってみましょう。キッカーの後輪タイヤとエンジン部分を外し、後輪タイヤはローバーに取り付けます。アニメ風、変形アングルです。変形感度は、Y、ザブングルです。詳しい変形プロセスは、次回、紹介する予定です。以上、スーパーミニクラ。戦闘メカ、ザブングル。シリーズナンバー2のブングルローバーを紹介しました。そんなわけで、そろそろお別れの時間です。皆さん、またどこかでお会いしましょう。